こんにちは、タコです。今回は木村稔選手のドーピング検査の結果が再び陽性だったことや、対戦相手のアンポルキア選手が全方面にロックオンされているのでまとめました。ではどうぞ。11月24日、Ryzen 45追加対戦カード発表記者会見が開かれ、冒頭で榊原 CEO から発表がありました。木村稔選手のドーピング検査の結果は、なんと陽性。わらわらわら。ちょっと笑うしかない。お粗末な結果になってしまった。木村稔とアンポルキアの試合は大晦日には実現しません。と、木村選手、まさかの2度目の陽性結果となります。木村稔選手は会見には同席せず、コメントを出しました。検査結果は厳粛に受け止めます。まだ、体内に残存されていたと思いますので、引き続き完全にクリーンになるまで、治療、練習に専念します。アンポ選手には、ご迷惑をおかけしてしまったこと、ライジンやファンの皆さんにも深くお詫びします。必ず戻ってくるので、来年このカードが実現できるよう頑張ります。とのコメントの中の、治療という文言は意味深ですね。引き続きドーピングしていたのか、残存していたのかは不明です。前回陽性結果が出た時、格闘技ファンからは怒号が飛び交っていましたが、今回は、逆におもろい。こんな簡単に陽性って PCR じゃないんだから。2週間かけてコントするのやめない？これはもう第0試合で、大仁田 VS 木村稔の電流爆破をやるしかない。など、怒りを通り越して笑いのネタになっていました。そして対戦相手であり、先日朝倉未来選手を小馬鹿にした発言で大炎上したアンポルキア選手は、マジかよ。と、限界突破した木村稔選手のコラ画像を添付。俺が言うのもあれやけど、ミノル正気か？俺は別にドーピングしててもよかったけど、ライジンがそう決めたなら、これ以上は何も言われへん。しっかり抜いてドーピング検査をパスしてこい。絶対に来年実現させるぞ。ただ、今年の大晦日は俺もしっかり準備しててかましたい。誰か俺とやりたいやつおる？ 70 キロなら誰とでもやったるで。と、対戦相手を募ります。すると K1 王者の輪島ひろみ選手は、なんか急に12月防衛して年内もう一戦くらいやりたくなってきた。と、つぶやき、輪島選手をはじめ、様々なライズや K1 の選手が名乗りを上げます。中には、チンギス・アラゾフの練習パートナーで、ロシアのキック団体の王者、サイフラ・ハンバ・ハドフ選手からも対戦要求され、アンポルキアは、やば、アラゾフやん、大好き。とはしゃぎます。サイフラ選手は名前の最後にフがついているので、多分かなりの強豪です。そして、恒例の柴田さんも動画を公開し、大晦日にアンポルキアとミックスルールでの対戦を要求します。モテモテですね。そして、1回目の陽性発覚後に、木村稔選手と神媒体で対談した青木真也選手はノートを更新。最初の予選で燃え上がりすぎた成果は分かりませんが、一周回って一度二号ラインになっているのは興味深いですが、ドーピングはいけません。アンポルキアさんがヒートを買うがあまり、木村稔さんがドーピングを使ってもいいから、アンポルキアさんをぶっ飛ばしてくれって声が上がるのが、アンポルキアさんの優れたタレント性を表しております。アンポルキアさんご本人は主人公の認識ですが、ほとばしる脇役感を今日も味わい深く眺めております。まあ、それはそれとして。アンポルキアさんの炎上に関しましては、アンポさんが貸し借りできない上に、短期的な視点での利益を取るスタイルが裏目に出たというか、長期的に考えることのできない、これぞアンポルキアだと思うので、これといって驚くような話でもないような気がします。だって、アンポルキアさんですよ。これだったら格闘技界の番外史として知られる、ブレイキングダウンでいいような気がします。と、鋭いアンポディスを述べておられました。そして、木村稔選手の元チームメイトで、アンポ選手と SNS で以前からレスバトルを繰り広げている、久保優太選手は、僕とやります？義理人情ないアンポ大先生をちょうどお仕置きしたいと思ってて、アンポさんをお仕置きできるなら一夜限りのキック復帰してもいいですと名乗りを上げます。あ、こんなところに元 K1 チャンピオンおったわ。面白そうやしやったってもいいけどさ、柴田に打撃でダウン取られた人やんな。おお、ではルールはアンポ大先生が大好きな木に立ち技で MMA ファイターいじめてどうやるのキックルールでいいでしょうか。柴田さん、久保、アンポ大先生にならないようあと1ヶ月必死に練習しておいてね。キックでは勝つ自信ないから最終的なこと考えてリスクヘッジしてて、ネメシー開始で性格の悪さが出てて最高に久保優太らしいわ。まあ前向きに検討してやるよ。ネメシー？ルールもアンポさんが好きなルールでいいって言ってるんだけど、ライジンの舞台だったら好きなルール、好きな体重、何でも合わせますよ。純粋に何の言い訳もできない状況でアンポ大先生の性根を叩きのめしたい。確かに性格悪いね。前向きに言っといて逃げないでね。とレスバ。そしてアンポ選手はヤーマンに喧嘩を売ります。おいヤーマン、朝倉未来に勝ってこれからは俺の時代ですとか言ってたけど、全然お前の時代になってへんな。そもそも謎の団体作って変な煽りしてなかったら、未来さんはあんなことにはなってなかった。そして俺も叩かれてなかった。俺がキックボクシングってものを教えたるわ。アンポルキア VS ヤーマン、ここ試合決定で、大事なことだからもう一回言う。そして俺も叩かれてなかった。と挑発するとヤーマンがアンサー。年末は MMA、 そんなに俺とやりたいなら来年ファイトクラブで待ってるよ。年末 MMA ならええわ、かっこええアンサー、来年やろうな。というやりとりに久保優太選手は、階級下で勝負論ない、美味しいカード言ってる。また自分の土俵で俺強いしたいんだろうな。さすがにアンポさんだったらヤーマン選手相手に立ち技ルールはイージーファイトかと。とディスり、平本蓮は、始まった。と茶化し、ライズのリカルド・ブラボー選手からは、スーパースターはいつも自分より弱い人を探すな。などと突っ込まれます。木村稔選手からのアンサーは、
俺も楽しみにしてたのに本当に申し訳ない、またゆっくり準備するよと、アンポ選手が使用していた巨大化された自分のコラ画像を引用。そしてアンポ選手は、今気づいたけどおかん東京来て掃除所がご飯作ってくれて帰りにこんなん書いてくれとった、俺頑張るわと、母親から念願の大晦日大会出場に向けた体を思いやるメッセージが書かれています。そして母親はアンポ選手の X を見ているらしく、前にも言ったけど発信する前にもう一回もうちょい考えて発信せなあかんよとアドバイスを送ります。いい母親ですね。そして平本蓮は、火落とすなよ、近々ご飯行こうと食事に誘い、アンポルキアは、ありがとう、いつでも LINE してと、いつも口喧嘩している描写は一時休戦状態に。さらにアンポ選手に脅迫まがいなガチスパを要求し、その後電話で和解したスダリオ剛選手は平本蓮に、帰国したらアンポルキアと飯行くことになってるんだけど、二人だと気まずいから蓮くんもどうですと食事に誘い、平本蓮も、同窓会しますかと乗り気です。そしてアンポ選手はスダリオ選手に DM、 なんで気まずいねん、普通に初飯二人は気まずいやろ、わら。バカ通り越して一周回って可愛いアンポンタンと、ちょっと前までいがみ合っていましたが仲良くなったようです。よかったですね。対戦が流れてしまったアンポルキア選手は、今日は一日いろんなやつに絡んで絡まれてマジで義理人情な日やわと意味不明な日本語をつぶやきます。そして榊原社長と笹原さんと平本蓮とアンポルキアの4人で飲んだらしく、俺と友達でよかったなと、アンポ選手と笑顔の社長のツーショットからのスリーショット、そしてなぜかアンポ大先生の恋愛講座にで、やっぱり、あの女性っていうのは、女性の方がこの恋が終わった時にちゃんとこう分かるのパッと伝えるやん、そしたら、あ、そうなんだね、私はもう必要ないんだねって次にちゃんと切り替えるんだよ、理解ができると。で男の方が切り替えが下手、確かにね、下手やから平本はちゃんと分かる時は分かりますって言えや、なるほどね、分かった、勉強勉強だった、ありがとうございます。すると社長も、この二人やっぱ半端ないと絶賛。平本蓮は、アンポは今まで付き合った人数は生きてて3人だけらしい、彼曰く俺って付き合うことに対してはめちゃくちゃ大事で思うことやねんって言ってて、案外硬派なんだなって思ったら今セフレ6人いるらしい、お前は読めなさすぎて怖いわと暴露していました。そしてこの騒動の陰でとばっちりを受けた人物がいます。1回目の抜き打ちドーピング終了、抜き打ちドーピング検査ねと井上尚弥選手がつぶやくと、木村実への煽りかというリプが多数寄せられ、少数のコメントで何を勘違いしているのかわからないけど、俺は1ヶ月後に大事な試合を控えていて、フェアに試合をするために今朝来た WADA からのドーピング検査を受けただけ、その過程をリアルタイムで投稿しただけの話、タイミングもクソもない、他の選手を煽ろうなんて気持ちは1ミリもないからねと弁解する事態になりました。さすが天然の井上尚弥選手です。今回の動画いかがでしたか。会見で榊原社長の口から再び陽性結果が出たと聞いて、ほとんどの人がずこけたんじゃないでしょうか。エンタメとして見れば多くの人の感情を動かしたという点では大成功ですね。けど前の動画でも言いましたが、アンポ選手と木村選手の両者の入場でどちらにもブーイングが起きるという前代未聞の珍場面は見てみたかったです。ではご視聴ありがとうございました。